ビビビビ徹子の気まぐれ TV 始まります。ビビビビビビ、はい、はい、また今日もお着物をご紹介したいと思うんですけれども、はい、今日はなんと昭和の大女優3人の大女優から徹子さんがいただいたお着物を、拝見させていただきたいと思っております。はい、嬉しいです。私も徹子さんもなかなかこう出してみるっていうことをね、うん、大変ですからね。そう、久しぶりでしょ見るの。久しぶり。今日、お見せする皆さんにご覧になっていただく、昭和の大女優、まず最初には沢村貞子さんです。母さんです。母さん、徹子さんは母さんと呼んでらした。はい、私は母さんと呼んでました。でもなんか沢村さんっていうとどういうお着物のイメージですよね。僕たちの母さんいつも着物。お家にいる時はどうなんですか。うちにいる時もね、着物着てましたね。あ、そうですか。でもね、母さんは役で洋服着てる時あったね、うん、それおかしくて私笑っちゃったんだけどなんだか似合わないっていうかねでも大体着物でしたね、母さんはね。じゃあまず沢村さんのお着物から、はい、もうこれは 僕が拝見してももう沢村貞子さんらしいなっていう縦縞のお着物が2枚ありました、うん、あー母さん、母さんだ母さんだね。えこれもう本当に沢村貞子さんって感じですよね。これ絹、もちろん絹ですよ。そっちは紬みたいで、こっちは普通の。私母さんからね、着物屋さん紹介してもらってね、うん、訪問着作ったことあるわよ。そうです。これなんかもう沢村貞子さんっていうとこう縦縞っていう、そうそう、イメージがありますよね、うん、絶対横縞はないわね縦縞、うん、母さんやっぱりこういう感じだった。粋ですよね。それで着物の着方は独特なんでしょ。もう母さんのような着物は嫌いない。なんかちょっとこう、ちょっとこうね、うん、後ろ抜いてね、襟をだけどここのとこぐじゅぐじゅなのね、うん、じゃあもちろんご自分でお召しになってるんですよね。もちろん母さん自分で着てました。一人で、うん、うん、でもね本当にこれは沢村貞子さんっていう感じの、ね、これ生地は何だと思いますか。それはなんか紬みたいですね。あ、そう。こっちは普通の何て言うんですか、絹、絹の織物。うーん、でも母さんから紹介していただいた着物屋さんでね、私着物作ってもらったんだけど、母さんやっぱりいろんな注文してたわよ、その人にいろいろと。あ、そうですか、うん、で、まあこういう感じはその沢村貞子さんっていう感じがしますよね、すごく、うん、で、もう一枚沢村さんからプレゼントいただいてるようで、それはね、ちょっと訪問着のようなものですので、ちょっとそうなの、書いてみますね。はい、私母さん死んだ時なんか、渥美さんも死んだりなんかしちゃって、もうごたごたの最中だったから、なんかね、母さんがどんなものをくださったかなんて、あ、これすごく、でも覚えてる、私これ母さん着てたの。あ、そうですか、うん、こんな感じです、ね、絹みたいね、ちょっとね、すごい綺麗ですね。うん、私これ母さん着てんの、よそ行きで着てんの覚えてる、これ。そうですか、うん、徹子さんもこれ津川雅彦さんと対談した時にこの着物をお召しになって、テレビ番組に出演なさってるそうです。あ、そうなの、はい、でこの時一緒に羽織もいただいたそうで、その羽織と一緒にお召しになってるそうです、うん、あ、そうなの、はい、でも実になんか母さんらしいほんのりとした着物ね。そう、ちょっと華やかなんだけれども、なんかこうひっそりとして、なんかこう前に出ない感じもするし、ぼかしみたいなところがとってもね繊細ですよね。そうね、でお花もこんな小さいお花ですよ、ほら。ほんとね、ほんとこのこっちのちょっと大きめなのは葉っぱなのね、これね。葉っぱと小さい、もうほんとにかすみ草みたいなお花が。ほんとね、これお花、これお花です。そういうお花がお好きだったんでしょうね。そうね、母さんは派手なものはあまり好きじゃなかったんだけど、こういうようなものはちょっと好きだったのね。多分ここの着物屋さんを紹介していただいたんじゃないですか。そうそうそう、着物私作りました。うまいですかね。いかにも母さんっていう感じする。なるほど、これ袖が短くしてありますね。普通の着物よりもかなり短い。やっぱこれはテレビとかそういうドラマとか映画とかそういうように
ゾロゾロしないようになってるね、とかバランスがよく見えるように短くしてるんですかね、うん、そうかもしれない。じゃあ続いての女優さんです。昭和の大女優、はい、山岡久乃さん。山岡久乃さん、僕たちはもうねそのありがとう世代ですから。そうですねありがとうでのお母さん役で、うん、もう山岡久乃さんはもう本当に、私お姉ちゃんって呼んでましたけどね。あ、そうですか、うん、沢村さんは母さんで、うん、山岡さんはお姉ちゃん。お姉ちゃん、なるほど。じゃあお姉ちゃんの一回いただいてきるものを見てみましょう、はい。お姉ちゃんはね、気をつけないと怖かったわよ本当に？どういうふうに怖かったの？あれ、これお姉ちゃんの着物？あらこれなんかあの、源氏文字っていうやつですよね。うん、本当だ、源氏文字、文字っていうんですかね。なんとも言えない、こう薄いちょっとペパーミントグリーンみたいな薄い色がかかってますね。そうね、下地はそれにこう雲のようにスースッとこう入ってたりとか、あとこれもしかして雪なんですかね、こう雪がこう、ちょっともしかするとね、かかってるような感じなんですかね、うん、松の枝にね、うん、山岡さんとの思い出はどんなことあります？山岡さんと私と池内さんと3人で老人ホームに入ることになってたんです、はい、もうそれずいぶん前から決めてたんです、うん、それでね、あの山岡さんが、ね、言うにはね、あんたたち2人ともね、うん、あのお料理できないからあのね池内さんはね本当にお料理できそうに見えるんだけど、あの方は朝起きてお見送りができてないと機嫌が悪いっていう人だから、ね、あの人もダメだからね、うん、山岡さんはそういうお料理とかそういうの上手、すごい上手、召し上がったことありますか？あります。そういうなんかあのどっかさあの撮影所とかそういうスタジオとかに持ってきて、うん、そうそう、稽古場に持ってきて、持ってきてくださった、うん、どんなものを作ってくださったんですか？うん、普通のお芋の煮たのとか、うん、そういうカレーらしとか、うん、普通のもの。じゃこれちょっと正面を見てみますか。山岡さんの、山岡さんのうちの門がこう金の糸で刺繍してますね。へえ、あ、やっぱりテレビ用にここに入ってますね、うん、本文字でここに綺麗ね、うん、こうなるんですね。すごい、こんな感じになるわけです。でも実になんだかつつましい感じがしません、うん、なんかね、そうですね、見てって見て見てっていう感じは全然ないね。大女優感があれですよね、大女優が着て生きる着物っていう感じがしますね。そうよね、ちょっと金が入っててね。そうね、あんなに早く亡くなっちゃうと思わなかった。だから一緒の老人ホームに入ろうって言ってたんだからね僕もそうですよね、うん、お姉ちゃんどうしてそんなに早く死んじゃったのって言って、で池内さんにお姉ちゃんが死んじゃったからあなたと私と二人で入るって言ってたさそうね、どうしようかしらねって、池内さんはご飯作れないからね徹子さんは作れる程度なんですね私の方がまだいいようなぐらい池内さん作れないからねそうよねとかって言ってるし、池内さんもどういうわけだか、うん、あと大量に亡くなったのよ、うん、残念でしたね、うん、池内さんはやっぱり本当に徹子さんじゃないですけど、日本のお母さんって言ってお味噌漬けのコマーシャルで、お味噌汁のコマーシャル出てて、ね、こんなお味噌汁作るシャシャシャって着物着てね、そのコマーシャルがすごく印象的で、そのお味噌汁をこうやって持ってくるでしょ、うん、そうそう、山岡さんがね、うん、あの人はああやってお味噌漬け持ってくるけどね、うん、朝起きてお味噌漬けができてないと機嫌が悪いなあの人そういう人なんだからあの人はおっしゃってました。うん、最後です、はい、3人目の昭和の大女優さん、はい、森光子さんです。これは、まあ、あの僕もね何度かお会いしましたけれども、うん、とっても楽しくて優しい方でした ね。でも周りにも厳しかったっていう方もいらっしゃるようでしたけど、まあねうんまあ、僕たちには優しくしてくださいましたね。笑わせる、うんうん、じゃあちょっと、はい、
これは山岡久乃さんの着物。これは山岡さんです、はい、それは森光子さんの。すごいですよこれは。すごい派手ね。派手っていうかすごい上等だと思いますけれども、これすっごい刺繍。これ全部刺繍ですよ。見てこれ裾これすごい。うわすごい。刺繍で生地が厚くなってるんですから。すごいすごいです。これ多分何か受賞とか何かお祝い、何か受賞した時とかそんな時にお作りになった着物じゃないですかね。うん。でここの辺はもう帯でこうやって上がるから、ほぼもう総刺繍の着物のように見えるわけでしょ。これ私こんな着物って見たことないわよ。でも上の方もすごい。見たことはない。こういう着物あんまり見たことない。あ、その誰かが着てるのね。あ、いただいたのを忘れたとかっていうことじゃなくて。そうじゃなくて、そんなことない。こういうものを、こういう着物を着てる方を見たことない。こういうもの見たことない。そうですね、帯だとこのぐらいの刺繍のやつってあるけれども、うん、お着物にこれだけ刺繍してるっていうのは、あ、私知らなかったわ。知らなかったわっていただいておいてね。あのね、なんか私ね、自分が普段着物着ないから、うん、着物なんかいただくと、わあ嬉しい、どうもありがとう、嬉しいわなんて言いながら、あんまりよく見てなかったけど、これすごいのね。すごいですよ。すごい。もう森光子さんの体と同じくらいあるんじゃない。重さが、重たさ、うん、綺麗ですよね。前も見てみますか、前にした時の感じ。わあ綺麗。いやーほら、もうちゃんとテレビとかこのところに柄が全部入れてありますね。すごいね。これやっぱりなんかあれかも。でもこれだけの時間がかけたものはなんか商家なんかだとその時着なきゃならない。でもそういう時のために作っ前もって用意、それはお作りになってたかもしれませんよね。すごいもんね、この前の刺繍なんて。森光子さんはね、僕も何回かお会いしましたけれども、徹子さんのこと大好きですよね。徹子ちゃんって言ってましたね。徹子ちゃん、徹子ちゃんとかって言って、僕も一緒にあの何だっけ、あそこの帝国ホテルのカフェの、あのカレーライスあれ森光子さんがご考案したやつなんでしょ。そうで、それを2人が食べるのね。野菜カレーと混ぜていただいて3人で食べた時があるんですけれども、なんかすごく面白い話たくさんしてくださいました。あ、そう、うん、あれでしょ、なんかあの放浪記やってた時も森井さんの楽屋に集まるんでしょ。そう朝ね、みんなでお茶するの。お茶するの、で昨日どういうお客さんが来たとかね、どんな話が出たとか、いろんな話をみんなでして、で森さんその話を聞きながらお化粧するの。だから私たち大変なのよ、森さんよりも早くお化粧しないと間に合わなくなっちゃうから。お化粧してもう全部出られる格好になって森さんのところ行く、そうすると森さんがお化粧を始める、お茶が出る、みんなでお菓子なんかそこで食べながら話したり笑ったりして、それで時々森光子さんとか徹子ちゃんなんとかじゃないのなんて言ってわーなんてみんなが笑うようなね、そういう毎日でしたね。そのね、徹子さんがその誰よりも早く用意して行くっていうのもね、ちょっとなんか珍しい感じですよね。誰なんだか、初めはね、初めの頃はね、何もしないで行っちゃってね、お茶なんか飲んでるとね、森さんがね、徹子ちゃん、支度しないで大丈夫なのなんて言うのよ。そりゃそうだと思ってさ、じゃあ失礼しますなんて、あと部屋に戻って、急いで支度してやって間に合うみたいな感じだったんだけど。で、ね、森さんのお着物は、もう一枚あるんですよ、いただいたものも。どんなの。これはね、実は僕がちょっと関係しているものなんです。あら、そうなの。ちょっとこれ下げますね。これはすごいですね、この着物だけど。本当にすごいですよね。ちょっとこう動いた時なんかすごくないですか。こうすごいですよ、なんかね、お姫様みたい。綺麗ですよね、すごい細かい刺繍になってます。すごい刺繍ね、これ全部刺繍でしょ。すごい、この下なんかもう、あんまり言った後に次から次の僕が関係したものが出てきますから。でもすごい、はい、下げさせていただきます、はい、
田川さんと森さんとは何か関係があったとは思わなかったでしょ。これはね光ってる、ピカピカ。なんかそうなんですよ、森さんにプレゼントするために作ってほしいって言われて、それで高さんの刺繍で作ってほしいんですって言って森さんにプレゼントされたものなんですけれども、うん、もうちょっとほらあんまりピカピカしたものを着るイメージじゃないから、うん、そうそう、それでそのまあね、こういうところは柄が入ってなくちゃいけないので、そのまあ金箔とか銀箔に見えるぐらいの刺繍でがちょうど森さんにはいいかなと思って、うん、もうこれはもうかなり晩年の方ですね、僕が作ってるぐらいですから15年20年。ピカピカ光ってるものは何かくっつけたの、はい、これはあの全部友禅で書いてもらってビーズとかスパンコールで刺繍してるんですよ。へえ、すごい。僕がこれ心がけたのは光が光るんであって、あんまりそういうビーズとかスパンコールで刺繍してあるっていう感じがわからないように、うん、刺繍するのが大変だったっていう気持ちなんです ね。あ、そう。ぜひこれ徹子さん着てください。着させていただきますね、うん、じゃあ今日は昭和の大女優3人から徹子さんが、受け継がれたお着物、これを、皆さんにご紹介しましたけれども、はい、どうですか。いかにもその方らしい、うん、まあその方がオーダーしたものにせよおもらいになったものにせよ、その方らしい感じがして、あのすごくいいなと思います、うん、私も着れるようになったらちょっと着てみたいなと思いますけどね、うん、ちょっとね、うん、その方がお召しになってたものを着るっていうのがちょっとね、申し訳ないような感じがして、でもまあそれはお召しになってもよろしいんじゃないですかね。うん、そう、うん、それは森さんなんかだったらね、いいわよ徹子ちゃん似合うんじゃない、徹子ちゃんの方が似合うわよなんとか言って、ね、うん、そうおっしゃるかもしれませんけど、ね、例えばこれなんかでもね、じゃあ着させていただきますから今度。そうですね、どうもありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で。あ、そうですね、はい、じゃああちらのカメラで。それじゃあ皆さん今日はこの辺で失礼します。徹子の気まぐれ TV、 バイバイ。バイバイ。バイバイ。